はい、立憲民主党の大串博でございます。立国者共同会派を代表して質問させていただきます。まずは私も災害についてですけれども、佐賀県私の地元も8月の末に大きな大雨災害を受けました。その後全国は、台風15号19号そして大雨の被害大変広範に及んでおります。ぜひ政府におかれては、万全を期していただくとともに最大限の対応をしていただくということでお願いをしたいと思いますし、私たちも全力で支えていきたいというふうに思います。さて、そのような災害の対応をしていくためにも、内閣の体制、これ極めて重要でございます。今、予算委員会は2閣僚が、総理は1ヶ月のうちに2人と言われましたけれども、1ヶ月のうちに2人の辞任じゃないですからね、6日のうちに閣僚が2人辞任しているという、しかも2人とも政治と金の疑惑、もし真実であるとすると、議員辞職に値するような内容で辞任しているという、とんでもないことが起こっているわけです。しかも、経産大臣という職は、先ほど申しましたように、災害問題にも大変大きな関与を持つ重要な職、この職を含む人が辞任をしているにもかかわらず、先ほど来聞いていると、総理の発言は、壊れたなんとかじゃないですけれども、過去同じような答弁しか繰り返してないんですね。これまで安倍内閣において、第二次安倍内閣において、これで閣僚の方が失言等々で辞任するのは9名ですよ、9名。でそのたびにね、総理は任命責任、深くお詫びしますと、こう言葉だけ言っているように聞こえるんですね。で実際、何を責任として問うのかということになると、はなはだ怪しい。例えば、松島大臣、小渕大臣、西川大臣、すべて政治と金の問題で辞任されました。この時に総理は何と言ってたか、政治に遅滞を招かない、政策の遂行に遅滞を招かないよう責任を果たしていきたい、こう考えていると、もうこれだけですよ。あるいは、甘利大臣がこれも政治と金、この問題で辞任されたとき、正念場にあるアベノミクスを前進させ、デフレ脱却を確かなものとすることにより、国民への責任をしっかりと果たしてまいります、これだけですよ。本当に任命責任を感じて、再発防止をするような体制を取っているのかということなんですね。それがあって初めて任命責任を取ったということになると思うんです。総理にちょっとお尋ねしますが、先ほど任命責任は深く私にありますと、もう一人の閣僚の辞任もないように頑張りますとおっしゃいましたけれども、ちなみにこの2閣僚、菅原さんと河井さん、辞められましたけれども、事実関係としてはどういうことだったのか、これは尋ねられたんですか。少なくとも事実関係がどうだったか、民間企業だったら何かの非行為、あるいは疑念を呼ぶ行為があった場合に、辞める、辞めさせない、そういったときには必ず事実関係はどうであったのかということをトップが確認しますよ。その上で、これは辞めさせに値しない、判断しますよ。責任を取る、取らないに値するかどうか判断しますよ。総理は2人に、どういうことが真実、事実関係だったのか、聴取しましたか。内閣総理大臣、安倍晋三君。私が任命した大臣が、就任からわずか1ヶ月余りで相次いで辞任する事態となったことは、国民の皆様に大変申し訳なく、任命した者としてその責任を痛感しております。速やかに後任の大臣を任命したところであり、国政に事態が大生じることのないよう、国政を前に進めていくことに全力を尽くすことで、国民の皆様への責任を果たしていく考えであります。そして今、大口委員のご指摘でございますが、政治資金に関わること等について、あるいは公選法に関わることについてはですね、これは大臣の職にあるもの、内閣にいるもの、あるいはそうでないもの、与党、野党、これ、関わらずですね、そういった指摘があれば、当然その指摘に対して、説明責任を果たしていかなければならないものと思います。大臣、あるいは河井大臣もですね、辞任に際しての会見で、今後とも説明責任を果たす旨、述べているいくものと、ご静粛にお願いいたします、ご静粛に。そして、辞職をする際にはですね、お二人ともですね、精神規制法にのっとって、対応していると、自分は考えている
と述べるとともにですね、述べるとともに、しかしですね、行政に地裁を及ぼすようなことがあってはならないと、よって辞任したいということでございました。そして、そういうこのいわば最大の責任の取り方でございますが、それをやはり地裁があってはならないという、ご本人の覚悟、決意を私は受け入れたということでございます。委員長、大串博志君。端的に答えてください。2人から事実確認は聴取してないですね。内閣総理大臣、安倍晋三君。お二人のですね、記者会見等をご覧になったかどうかは、私は承知を、大串委員がですね、承知をしておりませんが、その際にですね、その際に、お二人は説明をしておられると思いますが、もう一度しっかりと、調べてみたいと、こう述べているところでございます。しかし、先ほど申し上げましたように、行政に地裁があってはならないということについて、また、あるいは自らの問題についてですね、それぞれの委員会において、時間が費やされるということになってはならないと、これは当然そう思うのであろうと、こう思うところでございますが、その中でお二人がそれぞれ判断されたわけでございまして、その辞意を示された、それを受け入れた、辞任したいという申し出を受け入れたと、こういうことでございます。大串博志君。要するに、事実関係の確認なんかやってないということですよね。そういう態度だからまた怒るんですよ。もう9人ですよ、この第二次安倍内閣において。これ、マスコミの皆さんも言ってますけども、決して少ない数ではないですよ。そのたびに行政の停滞が起こっている、この責任は総理にありますよ。それをまた同じように、過去と同じようにやり過ごそうとしているところに、極めて内閣というものを軽んじている、私は期間が長かろうが、このことは安倍総理、とても良くないことだと私、思います。菅官房長官にもお尋ねしたいんですけどね、このお二人の閣僚の方々は、菅官房長官に非常に近しい方々でいらっしゃったというふうに聞きました。菅官房長官が推挙された方だということも言われてもいます。菅官房長官、このお二人の入閣に対して推挙されたんでしょうか、そして菅官房長官自身は責任をどう感じていらっしゃるんでしょうか。内閣官房長官、菅義偉君。まさに、閣僚の任命は総理の専権事項でありますから、私からそのような発言はしたことがありません。責任に関して大串博志君。自分の責任に関してどう考えるかという答弁をお願いします。内閣官房長官、菅義偉君。まず、こうした事態になったことに対して、さまざまなご批判を受けていることは、ここは真摯に受け止めなきゃならないというふうに思っています。この機会に内閣全体として、今一度、協議を締め、これまで以上に緊張感を持って、総理を中心に、この行政を前に進めていきたい、このように思います。大串博志君。この二閣人が、二閣僚が6日のうちに2人辞任する、しかも政治と金の問題でありえないようなことが起こっているにもかかわらず、この軽い取り扱いというのが私は気になってなりません。言語道断だと私は思います。こういったこと自体が内閣全体の緩み、おごりにつながっているんじゃないでしょうか。今回、私、この次の質問として、英語の民間試験の問題を取り上げさせていただきますけれども、ここにおいても、国民に対して極めてこの内閣による行政の運営というものを軽く考えているんじゃないかという感じがしてならないんです。この点で英語の民間試験に関して問わせていただきますけど、まず総理にお尋ねしたいと思います。今回、来年度から行うというふうにしてた英語の民間試験、高校生に対してですね、これは行う、5ヶ月前のこの段階で先般急遽延期ということになりました。延期を求めていた方々もたくさんいらっしゃいます。ほっと胸をなで下ろされていると思います。しかし一方で、準備をされていた学生さん方もたくさんいらっしゃる。その方々はどうなったんだと、大きな混乱を日本全国に呼ぶ、そういう結果になりました。このような、先ほど行政を一歩一歩前に進めていくとおっしゃいましたけれども、大きな混乱を日本全国に呼んだことに対する責任、総理はどう感じていらっしゃいますか。内閣総理大臣、安倍晋三君。委員長、
ご指摘の英語民間試験については、先般、萩生田大臣の判断により、経済的な状況や居住している地域にかかわらず、等しく安心して試験を受けられるような配慮などの準備状況が十分ではないため、来年度からの導入は見送り、延期することとされたものと承知をしております。他方で、グローバル人材を育成する上では、英語は重要なルーツであることから、萩生田大臣の下で、そのために必要となる大学入試の在り方について、これまで指摘された課題を克服できるよう、しっかりと検討させたいと考えております。大串博君。本当にそれができるのかということなんですね。パネルをお願いします。今回のこの英語民間試験、これが導入されても大きな混乱を今回、延期されて生んでいるわけでありますけれども、私、この導入の経緯が本当によくわからないところがありまして、ここにありますように、ことの一番の最初のところは、上から2番目にあります、教育再生実行会議、2013年10月31日、ここで高等学校教育と大学教育の接続、高大接続とよく短縮して言われますけれども、ここの中で選抜試験のあり方に関して、考える力、判断力、こういったものも問えるようにしたい、あるいは英語に関しては4技能も問えるようにしたいということで、民間の活用も考えると、検討するというような文言が入りました。それがその次に2014年の中教審の答申に反映され、ここでも民間の検定の活用を検討するというような書き方になっています。それが2つ下になって、2016年の3月まで行われた、高大接続システム改革会議での議論の継続になって、ここにおいても、この結論においては、民間の検定試験の活用を検討するというような流れになっているんです。ところが、そこから大きく飛躍があって、下から2番目ですね、一番下ですね、高大接続改革の実施方針等の策定、2017年7月13日、ここまで大きく飛ぶんです。この大きく飛んだ中で、それまでは検討とされてたものが、一気に英語試験に関しては民間検定試験を使うと、しかも来年から行うんだということが確定したんです、実施方針によって。で、この間、この高大接続システム改革会議から、高大接続改革の実施方針との作成まで、文科省の中でも検討グループを作って、議論されたというふうに言われています。9回の議論が行われて、その後10回、11回、12回とあるんですけれども、その9回の議論に関して、私たち、何ら情報を用いません。一体どのような議論だったのか、大臣、公開されてないので、公開していただけないかということを、議事録等々公開していただけないかということをお伝えしたいと思いますが、いかがでしょうか。文部科学大臣、萩生田光一君。ご指摘の本検討準備グループは、大学入学希望者学力評価テストの具体的な実施内容、方法等について検討を行うものであり、会議を公開した場合、構成員の自由な意見交換が制約され、円滑な運営が妨げられる恐れがあり、審議を公正、円滑に実施する上で支障が生じると考えられること、大学入学者選抜等にかかる非公開の情報をもとに検討を行う必要があることなどから、第1回会議から第9回会議まで非公開として行われたものです。なお、その後、一定の議論がまとまったことにより、平成29年5月16日に、英語の資格検定試験の活用方法も含め、検討の進捗状況を大学入学共通テスト実施方針案として公表したことに伴い、その後の第10回以降は公開で開催をしております。しかしながら、先ほどから私、答弁しておりますように、しっかりとした検証をしなくてはならない、そのためには、この会議の中でどんなことが議論されていたのかは、つまびらかに明らかにしていく必要があると思います。会議のスタートの段階で、出席者の皆さんとのさまざまなお約束がありますので、今、省の方でですね、発言者の了解等を取りながらですね、基本的には公開をしていく前提で準備をさせていただきたいと思います。大串博志君。これ、公開は当然だと思いますよ。だって、非常に不可思議な状況になってまして、先ほど言われたように、第1回から第9回までが、議事録も何も公開されてない、ブラックボックスなんですね。ところが、10回、11回、この実施方針の計画の決定に当たるところの会議に関しては、議事要旨と議事録等々も公開されてるんです。しかも、不思議なことに、
その10回、11回が公開されているんですけれども、この第10回ですね、この発表される約2ヶ月前の議事を見てみると、これ、5月22日です。平成29年5月22日に第10回が開かれて、そこから公開されているんですけれども、このいわゆる検討準備グループの立ち上げの決定は、なんとこの5月22日の3日前、5月19日に高等局長決定として、たったこの10回か10第10回目の活動の3日前に決定されてるんですよ。その前に9回も、なんかどういうふうな招待の会議かわからないものが動いてて、それが1回目から9回目まで活動してたということなんですね。なぜ10回目、29年5月22日の2回、たった3日前の段階で高等教育局長決定ということで、この会議を立ち上げるということを正式に決めたのか、この不可思議な進め方は何だったのか、ご説明ください。文部科学大臣、萩生田光一君。その日程感については、私、現時点でよく理解をしていません。これからきちんと検証したいと思います。その上で、検討準備グループの議事概要については、非公開を前提に作成したもので、議事概要そのものはございます。しかしながら、今後の検証に必要な情報であることから、当時の委員の同意や、受験のですね、学校ごとの機微な情報なども中には入っておりますので、こういったものの取り扱いも含めて、事務方に対し、公開に向けた検討、調整を行わせているところでございますので、それを明らかにした時点でですね、きちんともう一度説明をさせていただきたいと思います。大串博君。今の1回目から9回目までの資料は、ぜひ公開していただいて、この委員会に提出していただくよう、委員長の方でお取り計らいをお願いします。五国理事会において協議いたします。大串博君。はい、そしてですね、もう一つ、ブラックボックスなのが、今日今朝報道がありました。昨年の12月から、文科省の中で有識者の方々に集まっていただいて、この英語民間試験に関して議論を行ってもらったと、複数回行ってもらったと、そこでは異論が続出したということが報道され、にもかかわらず、この会議に関しても、非公開、あるいは明らかにされてないということだそうでございます。大臣にお尋ねしましたけど、しますけども、昨年の12月から有識者を来ていただいて、会議を行い、その中で、この英語民間試験に関して非難が続出した、こういう会議は実際開いたんですか。文部科学大臣、萩生田光一君。ご指摘の会議は、大学入試英語4技能評価ワーキンググループのことだと思いますが、大学入試英語成績提供システムの適切な運用がなされるよう、英語の4技能評価に関係する大学や高等学校等の団体および試験実施団体等において、準備の進捗を共有するとともに、必要な事項について意見交換を行うことを目的として設置したものです。本ワーキンググループは、大学入学者選抜の実施方法に関する事項等について、検討するものであり、会議の議事を公開した場合、構成員の自由な意見交換が制約され、円滑な運営が妨げる恐れがあり、審議を公正、円滑に実施する上で、支障が生じると考えられること、また、大学入学、選抜等にかかる非公開の情報をもとに検討を行う必要があることなどから、原則として非公開で行ってきたものであり、議事の内容は現時点で公開をしておりません。議事録および議事概要は作成しておりませんが、速記録は作成しているものの、内容について委員の了解を得ていないものなので、現時点では公開できませんが、これも先ほど来申し上げているように、今後1年間のしっかりとした検証の必要性がありますので、委員の了解を得られることを前提に、議事内容の公開について検討してまいりたいと思います。大串博君。ぜひ公開していただきたい。一体どういう議論だったのか。報道によると、昨年の12月から、とにかく高校民間入試に関しては、非難、やめるべきだという声が強かったというふうに言われています。そういったものが公に なるかならないか、文科省の方で隠すということがあってはならないと私は思いますので、ぜひ公開していただきたいと思います。時に、この英語民間試験が行われるということを、萩生田大臣は、いつ知られたんでしょうか。すなわち、検討しているというのを、検討されているということはご存知だったと思います。この教育再生実行会議等々でも知られたかもしれない。しかし、その方向に決まったと、
動いているということを知られたのはいつですか。文部科学大臣、萩生田光一君。具体的な日時はちょっと分かりませんけれど、2年ほど前にそういった試験を活用して、4技能をですね、校舎に入れていくということは、文科省のほうでそういう動きをしているということを、党の会議を通じて承知をしておりました。大串博君。2年ほど前というふうに言われましたが、私ね、今回のこの高校、民間試験の話はですね、どうもやっぱり、民間にどれだけ任せていいものかという基本的な論点をはらんでいるような気がするんですよ。公の教育に関わるものをどれだけ民間の皆さんに任せていいものかと。で、規制なり制度を変えていくこと、これも必要な面もありましょう。しかし、過度にそれをやりすぎると、今回のように経済的格差や、あるいは地域格差が非常に大きく出てしまって、国民の皆さんに不便が生じる、不利益が生じる、こういったことではないかと。で、制度を変えるという点に関して、例えば、国家戦略特区の話がありました。加計学園問題、私もここで取り上げました。あれも、いわゆる学校設立という面での規制を変える、岩盤規制にドリルで穴を開けると言われましたけれども、それを変えることによって、学部の新設が認められるということでした。教育に関して、制度、規制を変えることによって、民間に新たなドアが開かれる、そういう面では共通していると思うんですね。それで私ね、気になっていろいろ調べてて思ったんです。萩生田大臣は副長官時代ですね、2016年の10月21日、これでいうと、ちょうどですね、ちょうど、高大接続システム改革会議の結論が出て、民間試験を検討していこうという方向性が固まった後で、まさにさっきの1回から9回の覆面の会議が行われている途中ですよ。その16年10月21日に、萩生田副長官ご発言概要というメモ、これがありましたですね。これが問題になって、その中で萩生田副長官が、この加計学園問題に関して、総理は平成30年4月開学とお尻を切っていたと。で、加計学園の事務局長を浅野課長のところに行かせる、こういったことを言われて、プレッシャーをかけたというふうに言われたことがあった文書です。萩生田副長官は、よく覚えてないというふうにその後言われましたけれども、この文書は、しかしその後ですね、2018年の6月に、おととしの6月ですね、当時の松野文部科学大臣が文科省の中を探したところ、この文書はありましたということを記者会見でおっしゃいました。あったけども、担当者のメモですということだったんです。で、その時に松野大臣がおっしゃってたのは、この10月21日、2016年の10月21日ですね、10月21日には高等教育局長、まさに今回の入試に関することの担当局長です。高等局長が萩生田副長官に対して、給付型奨学金や高大接続の問題、まさにこれですね、高大接続の等の説明相談とともに、国家戦略特区における獣医学部の新設問題の課題や調整状況に関して説明をし、相談をしたと。まさに同じ日に、この高大接続、この問題と、いわゆる加計学園の問題と同じ日に説明されていらっしゃる。だから私聞いたんです。同じような時に調整状況、まさに1回から9回の会議があっている時なので、同じようにこの時に民間試験が導入されるんですよというのを聞かれてたんじゃないですか。文部科学大臣、萩生田光一君。まず10月、副長官時代のですね、指摘、大串先生、私、記憶にないというふうに私が言ってるとご披露いただきましたけど、記憶にないんじゃなくて、全く関与してないということを明確に繰り返し申し上げているところでございます。10月21日のメモは、著しく正確性を欠く個人的な備忘録的なメモだということを、文部科学省の方から説明をされて、当時、副大臣や大臣からも謝罪を受けたところでございます。確かにですね、文科省の高等教育局から、例えば給付型の奨学金や高大接続のことについて、今、進捗状況などの議論をですね、報告を受けたことはございますけれど、私の方から何かを指示をするという性格のものでもありませんし、率直に申し上げて、その時点で、民間の試験団体を使う試験をやるというようなことは、当時、私は全く聞いた記憶はございません、その時点では。大串博君。今回のことはね、先ほど申しましたように、教育の制度を変えることによって、民間業者の方々の活動範囲が広がるわけですね。加計学園においては、新たな
業者さん、ごめんなさい、学校が学部を開くことができると、そこが、ある意味、政権に近い人であったら、そういうことが認められるのかと、そういう疑念を呼んだわけですよね。で、今回のこの民間英語試験の問題に関しても、受験という制度を変えることによって、民間事業者の方々に、扉を開くわけです。それはそれでいい面があるのかもしれない、しかし、プラスマイナスデメリットもある。そして何よりですね、この民間業者にこれを預けることによって、やっぱ地域間格差、経済格差、これ大きかったですね。総理にお尋ねしますけれども、今、私たちセンター試験ってやってるんですよね、センター試験、これが今あります。地域格差があってはならないですね、全国で50万人の生徒さんが受けられます、学生さん受けられます。全国でセンター試験って、どのくらい箇所開かれるかご存知ですか。いや、結構です。ご存知ないと思いますので、これ700箇所なんです、700箇所。全国で700箇所ですよ。相当な数です。例えば、今回話に上った 6業者さんあります。6業者さんが一生懸命数を増やすと言われています。しかし、見てるとやっぱり、できて各県1つ。普通のところは各地域に1つですよ、1箇所。そういう中でですね、700箇所、今までセンター試験やってきたものを、本当に同じようなレベルでできるのかという、そういう判断、もっと早くするべきだったと思うんですよ。安倍総理、先ほど700箇所と言いましたけれども、例えば北海道だったら25箇所ですよ、沖縄だったら13箇所、山口県だったら9箇所、そんなにたくさんのところで、均等に学生さんたちがアクセスできるようにやっているのが、今までのセンター試験なんですね。やはり民間でやると、私は相当な限界があるんじゃないかというふうに思うんです。あくまでも私は今回、萩生田長官、萩生田大臣は、1年延期というふうに言われました。その1年延期の上で、やはり民間試験を活用ということを言われました。しかし私は、民間で行うということを、一旦今の段階で立ち止まって白紙にして考えるべきだと思うんです。いかがでしょうか。文部科学大臣、萩生田光一君。やっぱり一番の問題は、6団体の皆さんとの協定という形で、文部科学省が直接指示も命令もできない、大学入試センターを介さなければ、その団体や企業の皆さんにアクセスすることができない、しかもそれは求めることができたとしても、向こう側にその応召の義務がないという、こういう協定では、会場を増やすですとか、あるいは受験料を下げるですとか、こういう制度を変更することはできないという判断に至りました。今ご指摘がありましたように、現在の共通一次試験が700箇所の場所で行われている、しかも受験料は1万8000円です。新たな英語を受けるだけで、人によっては5万円以上のさらなる負担を強いなきゃならないという制度設計は、やっぱり私は無理があったというふうに率直に思っておりますので、この点も含めてですね、これから先、すべての今までの検証をしっかり行って、システム導入が延期になった要因や、導入にあたって指摘された課題について検証し、民間試験の皆さんのご意向といいますか、今までとの取り組みのこともしっかり聞かなきゃいけないと思います。その上でですね、特別に予断を持って、使うとか使わないとかってことを今から明確にするんではなくてですね、どういう仕組みが受験生にとって一番いいものになるかは、しっかり議論した上で積み重ねてまいりたいと思っています。大串博史君。私ね、これまでの検討はやはり民間参入ありきだったと思うんですよ。この教育再生実行会議、下村博文大臣の時の立ち上がりですね。で、下村大臣は、当時ですけれども、この教育再生実行会議のメンバーの中に、ご自身が、献金を受けてらっしゃった大手塾グループのメンバーが、この会議のメンバーに入ってたということで、大きな問題に当時、なりました。さらには今回ですね、GTEC という、昨日は参考人で来られてましたけれども、ベネッセグループの行っている検定試験、これが大きな数を行っていくんだろうというふうに言われてますけれども、この GTEC というものを、ベネッセと一緒に行っている進学基準研究機関という機構という、一般団体がありますけれども、ここの理事長さんは文科省からの天下りさんですね。理事の中にはですね、この教育再生実行会議で民間を活用するということを決めたときの方もいらっしゃいます。住所はベネッセの中です。ベネッセと一体、そういった非常に近しいところでね、
民間に利益が及ぶような形で考えられてるんじゃないかという疑念を呼ぶこと自体が私、大きな問題じゃないかというふうに思うんですよね。萩生田大臣にお尋ねしますけどね、先ほど大臣のもとに検討会議をこれから新たに立ち上げて検討していくというふうに言われてますけども、この検討会の中には、まさかこの実施団体、実施業者の方は入られませんよね。文部科学大臣、萩生田光一君。どのように検討会を組織していくかも含めて、これからきちんと慎重に対応していきたいと思ってます。ただ、この間、言うならば協定を結んで、準備をしていただいた企業の皆さんの中の、不備といいますかね、会場を増やしてくれと言っても増やすことができなかった理由ですとか、こういったことでヒアリングをする必要は必要だと思いますので、その構成メンバーに、民間の企業の方、どなたか入ってもらうということを今から考えているつもりはございませんけれども、ヒアリングはさせていただきたいなと思ってます。大串博君。もう一回確認ですけど、メンバーの中に、どういった方を任命するか、これから考えるということでしたけれども、実施業界の方々が入られないと、今、明言されないんですか、した方がいいんじゃないかと私、思うんです。高校生の皆さんの懸念を払拭するためにも、否定された方がいいと思うんです、いかがでしょうか。文部科学大臣、萩生田光一君。ヒアリングはさせていただきたいと思いますけれども、方向を決める中にですね、特定の業者が入るというのは好ましいと私も思いません。大串博志君。言われないんですよね、委員の中に、この業者の方々を入れませんと。いうことをはっきり言えないと、これがね、私ね、非常に心配なんですね。というのはね、安倍総理ご自身も教育に関して民営化ということは相当強く意識されてますね。先ほど申し上げた下村博文大臣、一番最初、第二次安倍内閣の最初に任命された大臣、文科大臣は、公設民営の学校の強い論者です。で、教育特区の中で、公設民営化の国家戦略特区の中で公設民営の学校を作っていくということを推し進められた方です。でそういう、つまり教育を市場原理化の原理の中で民営化していこうと、そういう考えがあられる。安倍総理が書かれたこの新しい国へという本を読ませていただきました。その中で教育に関してもたくさんの記述を書かれています。でサッチャー教育改革が非常にいいモデルであるというふうに書かれていて、その中でダメ教師にはやめていただくというそのコラムの中でですね、サッチャーさんがまさにやったような学校評価制度を作って、問題校には文科省が教職員の入れ替えや民営への移管を命じることができるようにすると、まさに民間ありきの考え方なんですね。しかし私はここで一線引くべきだと思うんですよ、総理。あまりにこの安倍内閣において起こってきた教育と、教育の制度改革、改悪と言っていいのかもしれない、その中で民間事業者が今回のように試験を行うということで利便を負う、あるいは家計問題、学園問題のように学校を作れるという利便を得る、こういったことが多々続いてきた安倍内閣の中で、私、今回ね、非常に大きな論点だと思うんで、学校に関して市場原理や民営化、民間、こういった考え方を過度に入れることは問題だと思うんですけども、安倍総理、いかがでしょうか。内閣総理大臣、安倍晋三君。私は委員のようにですね、民間がやると悪くなる、あるいは民間は横島な考えを持っている、そういう考え方は取りません。もちろんこれ、公が担わなければいけないものもあります。しかし、民間の活力や民間の知恵を導入していくというのは、それは当然あってしかるべきものなんだろうと、こう思うわけでございますが。獣医学部の、新設された獣医学部の件につきましてもですね、倍率は十数倍になっているわけ、16倍、あるいは推薦では20倍をはるかに超えているというのは、そういうニーズがあるわけでございます。先般のトンコリラの際にもですね、獣医師、公務員獣医師が不足しているという指摘もずいぶんあったわけであります。その中で、民間のですね、事業者が、あるいは学校法人が手を挙げることは、これは最初から排除しなければならないという考え方は、私はそういう考え方は間違っているんだろうなと、このように思うわけで、ご静粛にお願いいたします。このように思うわけで、最初からそれを排除するべきだと、そういう考え方には立たないわけでございます。
まあ、その中で、どのようにですね、公的な責任を持つ、我々は当然、政府としてですね、公的な責任、教育等については公的な責任を持っているわけでございます。その中でいかに民間の知恵、活力を生かしていくかと、こういうことではないだろうかと、このように考えております。大串博史君。民間企業の知恵、そして活力を活用していく、まあ、これは大事なことだと思います。しかし、それを過度に推し進めてはいけないエリアがあると思うんです。で、さらに言うと、それがですね、政権の利益誘導のような形に国民に疑念を持って見られるようなことがあってはならないと思うんです。加計学園の問題もしかり、しかも今回は高校生の方々の大学受験ですよ。毎年私たちにとっては起こっているように見えますけれども、一高校生の皆さんにとっては一生に一回のことですよ。それが、萩生田大臣は初年度は制度向上期間と言われましたけれども、そんな学生さんを実験台のように扱う、しかも民間試験を導入することで、まあ、今回、制度向上期間なんだというような軽々しい気持ちで、民間の活力等々考えるべきエリアではないんじゃないかと、そこにはしかも、業者さんとの、先ほど申しました、一定の業者さんに文科省が天下りしている、あるいはそこの理事さんがこの会議のメンバーになっている、そんなことで高校生は悲しむと思いますよ。だから私はそこは一定の期間、距離を置かなきゃならないと思うわけです。安倍総理に最後聞きますが、萩生田さんは身の丈発言をされました。身の丈に応じて受験せよと。初年度は成熟制度向上期間と。高校生は実験台かと思われるような発言をされました。文科大臣としては到底不適任だと思いますけれども、総理大臣、いかがお考えですか。内閣総理大臣、安倍晋三君。まず先の発言においてですね、留学部の問題とですね、すべてをごっちゃにするという、そういう姿勢は間違っていると私は思います。つまりそれは極めて党派的なですね、姿勢ではないかと、こう言わざるを得ないわけでございました。留学部の問題については、私は全く関わっていなかったということは、すでに明らかになっているわけでございますし、それと、これはプロセスにもですね、全く価値がなかったことは、これも明らかになっているわけでございます。まあ、これはまず、ご静粛にお願いいたします。これはまず明確にさせていただきたいと、こう思うところでございますが、その上でですね、これ、萩生田派、大臣のこの発言につきましては、まあ、撤回の上、謝罪したものと、このように承知をしているわけでございます。この今後もですね、しっかりと職責を果たしてもらいたいと、このように考えております。大串博史君。民間試験の白紙撤回、求めて終わりたいと思います。ありがとうございました。この際、川内博史君から関連質疑の申し出があります。渡辺君の持ち時間の範囲内でこれを許します。委員長。川内博史君。